俺本番になったら俺リズチの音だけミュートにした方がいいね。反応しちゃったらあれだから。いや反応していいっすよ。あ、反応しちゃダメだけど反応しないようにしたらちょっと努力してほしいっす。頑張るわ。じゃあ、いやそれ俺もアンデさんに伝えたいこととかあるかもしれないんで、もしかしたらそれはちょっと頑張っていただかないとめちゃくちゃむずいと思うんですけど。むずいな、脳みその切り替えがむずい。俺さっき起きたばっかやから。いやもう俺のことじゃあ無視するっていうことをマジ意識していただければ。笑っちゃったのすまんだわ。いや大丈夫大丈夫です。そんな気づかないですよ。アネさんよく笑う人なんで。オッケー大丈夫です。一応配信の設定できたんですけど、うん、なんか気をつけないこととか。特にない。俺はもう喋ればいいんでしょ。だから任していつもの感じで自分が配信してると思ってやるわ。え、じゃあもう始めますよ。オッケー。皆さんついに100万 FPS 出る方法が分かりました。クリエイターサポートを開いて ANAI 穴入れ決定を押すと100万 FPS 出ます。今マーマンとカメさんが喧嘩しています。5秒以内にチャンネル登録高評価を押すと仲直りするぞ。あ、カメが許してくれた。みんなチャンネル登録高評価ありがとう。カメとマーマンが仲直りしたぞ。それでは本編へレッツラゴー。聞こえてますこれ皆さん、聞こえてますこんちゃん皆さん聞こえてます頑張っていきたいと思いますが、今日からアリーナね、チャンピオンを目指してね、ちょっと今回サブアカで最強案内最強って名前で俺これからやっていくんで、で毎日配信したいんですよ。毎日ね毎日 やりたいので、皆さん応援していただけると嬉しいです。昨日さ、俺ね裏で大会で出て俺100位以内に入ったからこのスキンゲットしたんよ実は。でこれからこのスキンで頑張っていきたいと思います。なんならチャンピオン行くまでやめません。ありがとうございますコメント欄がしんど。よし行きましょう。案内がどこ降りようかな、ね、俺モスターだから結構行っちゃうから任しといて。怪しいって何、何を疑ってんの。信じてくれよ俺を。大丈夫だから。まあ、初動ね結構自信あるよ。昨日もね100以内に入った時初動全部買ったから。あ、一人おるね。逃げまーす逃げまーす。すいません、逃げさせていただきまーす。こいつさ、武器チェンした方がモサ感出るよね。モサ感出るよね。モサ感がめっちゃ出る。このレイブン、ナメコ FC を思い出すね。え、あの、早く死んでくねえかな。危ねえ危ねえ死にかけた、やべえ危ねえ。20回ぐらい屈伸しようかな。何？木村和人？あ、この中身がってこと？木村和人って誰？でも、あの、TI値を寄せたんよね、だいぶ。まあ、リズチにね。もちろん。最近俺の師匠だから。ファイヤー君の気配値だ。いや、ファイヤーリスペクトなんで、まあそうなりますよね、大体は。何してるんですか。やめてください、当たり前のことをなんか偉そうに言うの。空気読んでくださいよ。案内が。敵倒しに来たやん。なんで俺が上手かったら疑われちゃうんだろう。で、まだってか敵と戦ってないから上手いかどうかわかんないよね、みんな。俺結構視点はね綺麗だよ。多分その初心者には分かんない視点の綺麗さがあるかもしれない。申し訳ない。多分下手な人にはリズチとに見えちゃうかもな。上級者見たらあれこれ案内したってなると思うんだけど、ちょっと俺最近覚えた技ってさ、これ使って見といて。これリズチに教えてもらった。これに乗るとビューンってこれ技だから使っていいよ。次の行きます。まあ言っても私アリケンサーバーモサの一員なんで、ゲームウィズ所属の CR リドルっていう名前で活動させていただいてます。いいし、強くなった俺の前では君は敵じゃないよ。ありがとう。残り25ね。ちょっとビクロ一発目からちょっとかましいか、かましいよろしいか。
案内さんがジャンパー使わないだろ、俺だってジャンパーぐらい使うわてめえふざけんな、ジャンパー使ったら偽物扱いすんじゃねえよ。案内さん家にリザート呼んでるなわけなわけ。どうしよう、どうあれすればいいかな。デカポン投げましょうか。じゃあおい、いくよ。はい、ほらわかる、キーボードの音しないわ。もうそれ俺のキーボードの問題やからな。本気で出します。本気で相手に。よしよし、こういうことね。相手が高所の方に今釣られたんよね。これ案内クラシックっていう技。今のが案内クラシック。みんな今のデカポン投げるでしょ。そういうことによってくれ案内が降りる気がやべない。ちょっとサブ赤すぎて降りる気ない。降りる気がやべ、どうしよう、降りたい。ちょっと一回囲んで降りる気設定します。どれだ、これの乗り物の名前がわからんな。あったあった、モーターボートあった、あったあった、あー危ね。なんか俺が上手くなったのがなんか中身違うからみたいな感じで評価されるのはもう侵害である。もう素直に今いたな。はい、殺します。まあこんなもんよね。あぶんねー、びっくりしたー、びっくりー。ちょ、生きっちゃおうかな、編集を。おい、俺が全部倒すくらいのね。えいー、こんなもんや。あんないぞ、キノカラス、コロスケ、はい、勝ち確、ありがとうございます。ちょ、編集すると集中しちゃうから。視点が10台なんよ。マジで嬉しい、ついに気づいてくれた俺が。あ、カラスくん250円、リリーフ編集オフですか。リリーフ編集はちょっと待ってね、今戦闘だから。戦闘終わったらそのリリーフ編集オフかオンかをちょっと答えるわ。ちょっと待ってね。よし、これリリース編集はどっちだっけ、オンだったっけ。ちょっと見るわ。リリース編集オフ、オフだわ、すまん、オフオフです。案内がフレンド欄開いて、いやこれサバーガーやからフレンドあんまいないと思うな。めっちゃおったわめっちゃいた、すまん、めっちゃいた。なんか昔ね、企画に使っとったりねしとったからね、このアカウントできるから。いきます、やっとんね、全部もらっちゃうよ。競技出た方がいいかな、俺昨日出たよ、だから100以内。危ない危ない、これで死んでたんや。今コメント欄のせいにしたから俺、ちなみに。よいしょ、危なっ、危ねー。見といてね、ビクロイとくから任せろ。俺を散々撃ってきたよな。うええー、かまぼこにしてやろうか、お前をかまぼこにしてやろうか。案内が、あ、いた、リスナーさんどうやって倒してほしい。鶴橋案内クラシック案内クラシックやる、帽子を投げるやつ、あの帽子を投げて相手を油断させて案内クラシック、いきますいきます、案内クラシック、あ、もう案内クラシック全然あいつ案内クラシックに全く動じない、案内クラシック。最後一力建築で倒したいな。案内クラシックちょっとダメだ、 1v1 向いてないかもしれない。最後の案内クラシックにちょっと交渉を使いすぎたね。ほえー、はい、どうですか、うまくなったことない。案内がカラスくん1220円、ナイスビークロイ、ありがとうございます。カラスくんナイスです、ありがとうございます。いや、ネタバラシとかないんよな、あのガチの。いや俺隣にも人いないし、なんで疑われちゃうのだろうか俺は。なんでだ、マジで
ディスコードが怪しいです。え、どういうこと？ディスコードって。ディスコード声入っちゃうからね。もしもリズとやってるんだったら。なんでサバか、あ、こっちでチャンピオン目指そうと思って、1から、1人の力で。どうせだってさ、俺、プロゲーマーとやってるから、どうせキャリーでしょっていつも言われちゃうのよ。だから自分の力で、ちゃんと上手いですよってみんなに思われるためにサバかでやってるだけ。あんないぞ。ダブルキーするかー、ダブルキーをするかー。味方ちょっと無視するわ、俺も1人で大丈夫だから。レートゲーム、マンハッチ。はい、こっちやります。バンバン。おい、今のね、フェイントね、そっちから来るぞと思わせて。あんないぞ。上におるな、これ。やりきやつ。やりに行かせていただきやつ。やべ、多いぞ。行くことも覚えました。行くことも覚えた俺。味方死んだけどリブートは取らないぜ。なぜなら向こうに敵がいるからね。ごめんよ味方、すまんの。俺もう全部ダブルキー。行くぜ行くぜ、フォー。上か。やりやす。やばい。めっちゃおる人。やべえ、ごめん、プロ。喋ってみた。案内さん。かわいいな。ごめんごめんごめん。おいおいおい、ルーシーは、ルーシーを応援させていただく。ルーシーおったったよ、俺。あぶねえ。多分俺の配信見てるから、普通にちょっと応援して、コメントで。ごめん、仲間リブト取れないから一人で頑張る。あぶな。移動しとるとね、なんか喋れんよな、こう必死に。今見た？完璧じゃん。完璧では今の。寝押し、ビタ押しの案内って感じ。ソロトリオよ、もうこれもはや。いや。天気では普通に嬉しい。やってても早すぎてちょっと敵を見失うわ。ちょっと自分の編集が早くなりすぎて、見てても敵がどこにおるかわからなくなる。よし。おいおい、やば、多すぎ。今のさばき方を褒めてほしい。ういやば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 い。多くない？危なっ、あぶね今の。ういよ。やばい。やーくー、資材が惜しかった。あんないぞ。これさっきだったことない。さっきの試合で終わっといた方が良かったが、かもしれない今のは。もう今なのかもしれないかもね、うん、今なのかもしれない。いやもうなんやろな。顔出すかな、じゃあもう。カメ
間俺なかったわ、顔出そうと思ったけど。どうしたな。ちょっと俺モノマネし、今から俺モノマネするから似てるか似てないかみたいな。じゃあ俺今からリズチのモノマネします。いきます。3、2、1。はい、どうも皆さんこんにちは、リザードです。どう似とる。どう、どう、うまい、うまい。